語り継ぎたいライブアルバム参戦、オジー・オズボーン・ランディ・ローズトリビュート、ヘビーメタルの激しさと美しさが全て詰まった永遠の名盤。ランディ・ローズのライブならではのギタートーンが最高です。グッバイ・トゥ・ロマンス、ぜひ聴いてみてください。泣けます。ボーイ・ラスト・ギグス、東京ドームがライブハウスになった伝説の解散ライブ。30年以上経った時を経ても全く古さを感じません。日本ロックの金字塔の一枚。ジョン・メイヤーライブインロサンゼルス、アコースティックよし、ロックよし、歌えて弾ける現代版三大ギタリストの一人です。とにかく1曲目、ネオンのライブを聴いてみてください。